はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。あのね以前の動画でさもうピンクエスプラスになるためにもう結構攻撃的になるって言ってたと思うんですよね。そこでねちょっとしたアドバイスっていうか、まあ、的確なアドバイスをいただきまして、まあ本当に上手い人っていうのは別にそんなことしなくてもあのトップをね走り続けてるよってねコメントっていうか、まあそんなんがあったんですよ。まあむやみにね攻撃してた方がちょっとレースに遅れちゃうよっていうまあアドバイスだったんですよ。まあ確かにねまあその通りなんですよ。まあ1位とかさ巡る争いだったらまあ攻撃して倒すっていうのも全然ありなんですけど、それより先にさやっぱりトップを走り続ける、まあこれが大事っていうのをね気づかされました。まあだからといってね全く攻撃するなっていうわけじゃないんですけど、まあ争いっていうかまあ1位を巡るための争いだったら全然ね攻撃した方がいいと思うんですけどね。さあ 3D ワールド版1の1クリボーの逆襲、まあ、全然1の1知らないんですけどね。よしそれじゃあ最初いきますか。 3D ワールド版って書いてたけど、なるほどクリボーがめっちゃ出てくるって感じ。うわ待って入れなかった、今入れないの見たでしょ、でキノピコ見たでしょ。うーこれはこのまま行っていい、いやー危ねえマジでクリボー怖いんだよな、絶対最後なんかいるでしょ。クリボーの逆襲って書いてるから最後なんか絶対いると思ったけどいなかった。めっちゃいるけど下めっちゃ量産されてるけどクリボーやばいねあの量産。あー危ねえあの感謝の気持ちあるんだったらもうちょっとブレイクしようぜ。きっとマルチプレイヤーです、クイックステップダッシュって書いてるね。クイックステップダッシュ、クイックステップダッシュね、まあ、全然意味わかんないけどクイックステップ、クイックステップって言ったらもう反復横跳びみたいな感じのイメージなんですけど、じゃあ僕ここ、この黄緑、黄緑行こう。気持ち的にはやっぱりあの青、青がいいんですけどね。ちょっと待ってマリオ踏まないでね、みんな踏まない、ちょっと待って、いらねえいらねえ危ないいらないって、なるほどちょっと待って、うーわこれはどんどん上に行けって感じ、みんな分かれてる感じじゃないで今度。オッケーオッケー、じゃあみんな一緒のねところでどんどん先に行けみたいな、これ右でいい、どっちどっちだこれ、下でいいのか待ってこっちで合ってる、合ってんの、合ってるっぽいね。よしそれじゃあこの右行きますね。いや合ってる、多分こっちが正解でしょ。でここ渡っていく、うわマリオ来た、いや後ろマリオ来てるね、ちょっと待ってね、はいよし待って後ろみんな来てるね、いやこれ2連勝あるよマジで、2連勝あるよ、ジャンプでこのまま上、うわこっちジャンプ、よし勝てる、これは勝てる、 いけるいける2連勝いける、これもう2連勝して今日ね5700台まで行ってまあ終わりたいんですよ。まあ気持ち的にはねやっぱ5700いってもうちょっとで、ね、ピンクエスプラスじゃんみたいな、いやこれもうゴール、危ねいやもうゴール、まだか中間ポイントあるとか、でこのままどんどん上に上がっていきます。オッケー左ジャンプ、ちょっとラグいな、でこれはどっち、右なのか上なのかどっちだ、これは右行くか、ちょっと待ってこっち行く、こっち行きますね、ほいで左ね、オッケーで左の上、なんかね敵いそうなんだよなここら辺で、ジャンプ、ちょっと待ってマリーマリー待ってマリー待ってマリー左こっちだいやマジで今のやられたのは痛いな、いやもうゴールがあると思うんですよね、そろそろクランビングザアイスマウントさあさあさあ、まあしょっぱな家みたいなになってますけど、これは家に入ればいいのかどうなんだろうね。右の土管めちゃくちゃ怪しいね、最初このファイアーボール取っていこうか、多分この右が正解だね、こっちが正解だったんだろうね。でファイアーボールがあるっていうことは多分ですけど、ここめちゃくちゃ敵が多いと思います、敵とかこのね危ないと思います。ほっちょっとほっちょっと待ってちょっと待って、やられてもうやられて、もう多分チビだから多分危ないと思うんだよな。ほっよいしょ、オッケー、ジャンプ、でもキノピオはね、いや待ってキノピオ、ほいよし、ジャンプ、このキノピオがね僕の多分ライバルですね、ほいほいほい、うわこれこっちこっち、待ってキノピオそっちじゃない、ジャンプジャンプジャンプオッケーよっしゃ次は誰の家だ、誰の家だ、えなんだこれ、こっちじゃないこっちじゃない、次もっと上に上がらなくちゃいけない、なるほどこのキノピオとキノピコは言ってんのか、うわ危な、見た今の神回避、神回避来た、でこのままどっちだ、いや下だなこっちだね、でこのまま早い早いって、待ってどうすあんな早かったっけ、
これも当たる覚悟でいきますね。でこっからが危ないんだよな。いや待って、帽子かぶっていこう。多分この帽子かぶっていったら結構もう大丈夫だと思うんですよ。あのドッスンとか多分防ぐの結構きついからね。でマリオノーアイテムでいったよね。いやすごいな、ノーアイテム。ここでノーアイテムは結構強いぞ。あ、しかも行ってらっしゃいます、行ってらっしゃいますね。マリオ、マリオ行ってらっしゃいますね。でもちょっとビビってる、ちょっとビビってるよ。マリオ、マリオビビってる。キノピオは、キノピオはどうした。こっちに来てください。待って、もしかしてもう行ってる感じ、もうゴールな感じ。さすが、さすが、さすきの W6-5。こういう時一番前取れたらめちゃくちゃ強いんですけどね。ね、一番前取れる人っていうのはなかなかね、トップを走り続けるような人だなと思います。オッケー、オッケー、来た。みんな自滅していったね。いやこれはワンチャン、いや無理でしょ、今のは分かんないって。さあ、これアイテム取っていこうか。はい、よし来た。マリオこれ取ってったのか。よし、マリオ一回当たれるね。あて、危ね、危ね。あ、マリオだけじゃないね、キノピコも行ってらっしゃいます。じゃあこのままジャンプ。いやナイスナイス、神々神破壊人思ったんですけど、これまたクリボーでしょ。あ、クリボーじゃね、クリボーじゃない、ファイヤーフラワーだと思ったんですけどね。なるほど、ここで誰だったっけこの子。もう12じゃね。12だね。クッパ7人衆って正直もうぶっちゃけ分かんないんですよね。もう誰が誰か分かんないです。よし1人やると、もうそろそろだね。もうちょいで、よしここで、うわ待って、うわマリオいた、ゴール、ゴールか、ゴールじゃないのか、どっちなんだ。もう一回、もう帰る。うわまた1-1、うワールドじゃない、ウォールドって書いてる。まあまあ1-1ですよね。これは一番最初に行きたい。よしナイス1。あぶね、これはもしかしたら 3D ワールドで1-1を再現してるみたいな感じ。いやそうであって、熱っ、激アッツ。ここの土管入ればもうゴールより近い。よしルイージ後ろいるね。ちょっと待ってね、クリボーかなんかに気をつけていきますね。やったかった。うわめっちゃ強い人来たね。アールノットハゲ。名前のセンスがあるのかないのかわかんないんですけどね。まあ次3-4、なんとかなんとかなんとか、これなんか3-4かわかんないんですけどね。とりあえず、うわ今日あぶね、ナイスナイス、しゃがみ、待って、キノピオ、キノピオじゃねえ、ルイージちょっと待って、ルイージ待ってって、ルイージ、なるほどそこか、オッケーオッケー。今キノピオの頭から大砲が通り続けていくなってきたけど、まあ神枠、うーわこれはいけない、いやいけるいける、これいけるね。このままダッシュしていきますか、でかくなんない、上、オッケー、ルイージ右に行きました。あー誰だったっけこの人、ロイだったっけ。まあいいや、なんでもいいんですよ。このやっぱクッパ7人衆っていうのは全然覚えれないよね、名前。なんか7人ぐらいいますけどさ、7人ぐらいいるけど全然覚えれないんですよ。待って、みんなチビじゃん。みんなチビじゃん。待って、マリオやめて、マリオヒップドロップはやめような、やめてって。もうなんで仲良くやられるの、これやられたら絶対マリオのせい。これ絶対やられたらマリオのせい。待って、ルイージ攻めてゴール前で待っててね、多分そこゴールでしょう。ルイージ待っててね、すぐ行くから、すぐ、ナイスルイージ、ナイス。ちょっと待って、いける。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。